県によりますと、今日午後2時現在、能登半島地震による住宅の被害件数は76,420棟、住宅以外の建物の被害件数は23,677棟で、合わせて10万棟を超えています。また各地で仮設住宅の建設や入居が進んではいますが、それでも6328人が避難生活を送っています。そして断水している世帯はおよそ6150戸に上り、このうち珠洲市では未だほぼ全域およそ4000戸となっています。今日の災害対策本部委員会議で長谷知事は災害ボランティアについて、穴水町に開設したボランティア宿泊施設の利用者が延べ5720人となり、活動時間の拡大につながっていると報告。その上で、珠洲市が実施する住民のニーズの把握に向けた取り組みについては、連合石川に協力を依頼し、今月15日から運営ボランティア22人を派遣するとしました。避難者のご自宅のお片付けとか、その事前のニーズ調査とマッチングが市町において人手がいるんだと思います。で、珠洲市は連合の皆さんにお世話になりますが、珠洲市以外も対応できてれば良いと思いますので、お願いします。